モノウジョウ襲撃事件は、奈良時代の放棄5年7月25日、古代日本の律令国家が、道の区国モノウ軍に築いた城策である、モノウジョウを反乱を起こした街道絵図が襲撃した事件。いわゆる38年騒乱の発端となった。ここでは、円山村政党戦についても記述する。日付は和歴による旧歴。西暦表記の部分は、ユリウス歴とする。 放棄5年1月20日、エゾの状況兆候が突然停止された。同年の正月儀礼に参列するためのエゾの入庁はあったが、実際に入庁したのは、出羽のエゾのみであり、元日長外の参列は行われず、同年1月16日に、ちょうどで、出羽のエゾ、不修に対する共演やジョイまもの六の儀のみであった。エゾの状況兆候は、 神護慶運3年より再開されており、道の区国すべての蝦夷族長の上に君臨していた道、島市の持つ、族長権を象徴する儀礼としての一面を持っていた。聖徳天皇、同教政権が崩壊した後、公認天皇政権となった、法規2年以降も状況兆候は記録されていた。蝦夷の状況兆候が停止されてから半年後となる、法規5年の夏、 道の区国の街道エリ族が騒動し、民衆は、歳の維持に借り出され、工作ができないという相乗状態となった。道の区は絶、陸守、陳寿将軍を兼任して、東北の軍事と行政を一心に担っていた、大友もすがマロは、この事態に対処するため都に、相乗を停止、一は打つべからず、一は必ず打つべしとも、ためへりと、誠意を行うべきか否かについて、 公認天皇に直談を求めたが、公認天皇は人民を労することを思いぱかって、誠意を許可しなかった。しかし、駿河マロは再び創上し、エゾが野心を改めず、しばしば返京を犯し、あえて王命を拒んでいると述べて、誠意の実施を強く訴え、同年7月23日、公認天皇は、誠意もやむなしと判断して、実施を許可する命を下した。ところが、 公認天皇が正位結構の直を下した二日後の放棄5年7月25日、駿河マロは街道へぞが橋を焼き、道を塞いで往来を立ち、物うじを襲撃して、西狂和を破ったことを報じる道の区国会を急ぎとへ送った。同年8月2日、朝廷は万を八国に直を下し、道の区国から急を告げてきた場合には直ちに遠平を派遣できるよう、 国の大小によって500から2000人の軍病を集めて待機させておくよう命じている。放棄5年8月24日、駿河マロより、街道エゾの反乱は、犬やネズミなどの苔物が悪さをした程度の小事件に過ぎず、時に侵略することはあるが大外には、松室らず、草木の反茂する時期の軍事行動は、特策ではないと、誠意の中止を求める、想像が。 公認天皇に届いた。この相乗を読んだ公認天皇は、駿河茂が誠意の実施を申請してきたにもかかわらず、今度は誠意の中止を求めてきたことに激怒し、即日、駿河茂を建築する見事とのりを下した。放棄5年9月頃、駿河茂は、海道地方の江戸村である東山村に進行して、これを制圧した。山村は、物の奥。 すなわち現、宮城県止め市のあたりと考えられている。円山村生打ちの報告を受けた、公認天皇は、駿河マロの元へと使者を使わして五福、綾木ぎぬ切れを賜ってその甲に報いた。この時の誠意の功績に対する報奨として、法規六年九月に参議に任命され、同年十一月の論功交渉では千七百九十人四人が熟来され、駿河マロは誠四以上、 君さん等に承受された。ありがとうございます。